直木先生、はい、質問来てます。いいよ。自分の歯は歯並びがとても悪くて、これが自分の子供にも遺伝すると思うと不安なんですが、どれぐらい遺伝って影響しますか？そうね、遺伝はね、ごめんね、影響する。例えば私の子供で言うと、歯は私に似て大きいんだよね、ポンポンが。歯並びはパパリなの。だからちょっと噛み合わせが深いとかっていうのがあって、それが私分かってたから、あ、絶対そうなるなって思ったの。見れば分かるね。もう矯正である私の父にも頼んで、結構早い段階から拡大っていうのをしたり、少し下に下げて正しいかぶさり割りにするっていう処置を私自身もしてる、うちの子供に対してね。同じことがみんなにも言えて、例えばもう明らかに親御さんの歯並びが良くなくて心配だって言うんだったら、矯正医の先生に両親揃って言った方がいいと思う。母親がこんな口の中を、お父さんがこんな口の中で、子供に対してこうなるの心配してるって言うと、矯正の先生はそれを見れば大体、あ、こういう可能性がある、この時期に下顎が出てきちゃう可能性があるとかって予測立つんですよ。そうすると前もって手が打てるので、うん、大人になってそれが出ちゃいました、はい、矯正の先生よりもずっとスムーズに治ります。なので早めに両親2人で相談するといいと思うよ。